はい、おはようございます。夜明け前からスタートです。今飯坂温泉まで来ました。で、コンビニで泊まったんですけど、これから会津若松行きます。はい、じゃあ今日はこれからスタートです。車の中から失礼します。猪苗代まで来ました。北に進みます。外雨です。あぐり稲、すごい直線です。まあ外が雨じゃなかったらなんか降りて撮りたいんだけど、なんか天気予報では曇りってなってたんだけど、山はもう超分厚い入道雲みたいなのが見えたんですけど、多分それですね、雨降らしてるのは。土湯から猪苗代の方抜けてきました。115号線ですね。昔安達太良山のボルダー、まあ、ボルダリングですね、沼尻スキー場のところ、ボルダーがあるんですけど、それに行ったなぁなんて思いながら、沼尻スキー場の横を抜けてきました。なんか昔はあんまり地図とかよく分かってなくて行ってましたね。ここだったんだって感じでした。はい、じゃあちょっとぐるっと回って鶴ヶ城かな、あっち行ってみたいと思います。綺麗ですね。朝です。今7時ちょっと過ぎたところかな。まあ雨降ってますけど、だんだん一日が始まります。日が昇ってきました。はい、飯盛山に到着しました。お、あそこ階段あるからちょっと行ってみたいと思います。ここは飯盛山の、駐車場です。白虎隊について私は何にも勉強してませんが、ここが白虎隊のところみたいですね。ここが飯盛山だそうです。なるほど、おそらく修学旅行とかここに来るんだと思います。まあ、私は修学旅行でここに来たことはないですけど。だいぶ上がってきました。もうちょっとですかね。ここがそうですかね。白虎隊なんて読むんでしょうね。すごい、こっから見る会津若松の街はすごいですね。
なんかここで自決したところらしいですね。なるほど。こちらに鶴ヶ城が見えるようですけど、どこでしょう。ああ見えるな、本当だ。こっからなんかあの火の手が上がってるのを見て自決してしまったんですかね。なんかそんなようなのを聞きましたね。これから鶴ヶ城の方にも行ってみたいと思いますが、こっから見る合図すごいな。向こう側に山も見えるし、なんかあの雲海が見えますね。すごい綺麗。新奥の細道と書いてありますけど、さっきあのナビで案内されたところはこの民家のとこだったんですけど、ここを上がっていくんだったんですね。奥の細道なんかも辿ってみたいですけどね。これが会津若松市街地です。通りを走行中です。七日町通りを走行中です。まあ、ここは一つのテーマパークみたいな感じですね。本当にタイムスリップした感じです。建物は結構すごいですね。だいたい七日町通り、過ぎてきました。七日町通りは以上です。目の前に会津若松城が見えます。すごい石垣ですね。わあ、すげえ。止められれば止めたいです。およそ200メートル先、左方向。さて、鶴ヶ城に初めて来ました。ちょっと歩ってみたいですね。この車で石垣を来ただけでもすごかったな。どうやって来たんだろう。
ちょっと回ってみたいと思います。初っ端からこんな感じです。すごいな、すごい大きい石組みですね。早速見えました。もうちょっとなんか車がないとか、あの演出があるといい気がするんですけどね。すごい大きな木ですね。戊辰戦争、戊辰の役では1ヶ月籠城に耐えたっていうね、鶴ヶ城です。若松城、稲荷神社お参りしていきます。美濃笠かぶってて面白いです。稲荷神社さんの裏からの眺めです。すごい、こんな風になってます。蒲生時代の表門っていうところですね。うわ、すごいですね。すごいお庭です。向こう側から出たらどこに行けんだろうな。うわ、すげえなこれ。こんなんなってんのか。あれ、なんかさっき向こう側からぐるっとしてきたような気がするな。ああ、そうですね。ただぐるっと回っただけだ。あ、ここが表門ですって。すごい。ちょっと遠近を取ります。こんな感じですね。ちょっと向こう側も行ってみたいと思います。松も雪に耐えられるように、もう藁で、紐でくくってありますね。あ、ここはこれからだな。今日作業するんでしょうね。もうこっからの眺めもいいな。輪郭。輪郭です。輪郭円形ですね。この芝のとこにもずっとあの建物があったようですね。上の方にシャチホコみたいなのがいるんですね。
芦ノ牧温泉です。すごい温泉街です。芦ノ牧温泉、なんか意識して通ったのは初めてですね。何回もここは通ってると思いますけど、また来ます。可愛らしい電車が通りました。赤べこが書いてあったな。大内宿のおそばです。湯の神温泉郷って書いてあります。道の駅田島まで来ました。初めて寄りますね。はい、道の駅会津西街道田島。なんか随分懐かしい歌が流れてます。小泉今日子。数年前にも来た湯西川道の駅です。懐かしいので立ち寄ってみました。前来た時にはここでいろいろ販売されてたんですよね。あったあった、足湯確かにあったな。この向こう温泉ですね、多分ね。川路元湯駅近くに来ました。懐かしい、ここも数年前に来ました。温泉神社、コロッケ屋ですかね。あ、ここ来たな。日光まで来ました。女峰山と男体山が見えてるんで、ここでエンディングにしたいと思います。仙台を出発して初めて、ゆっくり会津若松、鶴ヶ城などを見て、そのまま、南会津を通って、田島の方に来て、でそのまま、南下して川路、日光とやってきました。今日は晴れですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。夜中出発して今12時ですね。やっぱり日光はいいな。
この後群馬に行きますので、とりあえずムービーはここで終了したいと思います。よかったらまた見てください。